はい、こんにちは、こんばんは、てるです。今回はもうね、3月終わりっていうことで、自分がね、3月に、購入しました、全ての漫画を紹介していこうかなと思います。はい、まあ、今回もね、いつも通り結構な量になると思います。ということでよろしくお願いします。まずはマガジンとかジャンプとかサンデーとか少年コミックスの方からいきます。はい、彼女お借りします、第9巻になります。はい、こんな感じですね。彼女お借りします、そうですね、マガジンのラブコメっていうことで、正直、まあ、結構ね売れてるので、ね、140万部かなり売れてるので、まあ次のアニメ化候補なのかなと思ってます。はい、なんか今の感じだとマガジンのラブコメなんか全部アニメ化しそうですね。うん、で次、4月から始まるマガジンのコメ、ラブコメ、はい、川柳少女ですね。はい、第8巻ですね。はい、まあ、4月からテレビアニメ化決定ということで、はい、これね、なかなか好きです。次はこちらヒットマンです。はい、まあ、瀬尾浩二さんの今やってるやつの3巻です。はい、まあ、漫画の話です。で次がまだマガジン、ドメスティックな彼女22巻になります。はい、まあ、今ねアニメがやってて、もう最終話やったかなっていうところですかね。うん、まあそうですね、漫画は漫画で、まあ、アニメはアニメで、うん、アニメで改めてなんかドメカノ見たら本当主人公クズだなって改めて思いましたね。うん、なんか初めてねドメカノ見た時なんかすごい君の入り待ちっぽいなって思ったんですよね。はい、まあそれは置いといて、サンデーコミックスが1冊あります。はい、コミさんはコミショーです。第12巻になります。はい、まあ、正直これもアニメ化候補だと思ってます。はい、12巻、これもめちゃめちゃ面白いですね。でジャンプからワンピース92巻ですね。はい、まあ、92巻はなんだっかな、カイドウにやられて捕らえられてっていうところでした。はい、でビッグマムが記憶失ってるってとこまでですね。はい、でお次は、もう一冊少年ジャンプから、思春期ルネサンスダビデ君第2巻になります。はい、こちらはテレビアニメ化希望ということで、うん、でも全然ありなのかなと。なんか4月から地元がジャパンがなんかよくわかんないんですけどアニメ化ということで、まあそれならこっちの方が俺はしてほしいですね。で次がここからジャンプラかな、あ、ジャンプスクエアとかですね。はい、エグゼロスの6巻。はい、エグゼロスの6巻で、同じくスクエア、終わりのセラフの18巻です。はい、でこれ新作ですね。はい、ちょっとまだ読めてないんですけど、魔と聖兵のスレイブでいいのかな。はい、原作高弘さんということでちょっと気になって買いました。うん、でジャンプスクエアから乙女の腹渡。はい、漫画が、絵がね好きだったので、気になって買いました。うん、まあ、内容はちょっとエロい感じでしたね。はい、という感じですかね。少年コミックスはそんな感じかなと。はい、よいしょ、こんな感じです。はい、まあ、ずらーっとねあります。はい、はい、ここからは、青年コミックスかな。ヤンジャンとかヤングアニマルとか月産とかサンデージ X とかヤンマガとかですかね。はい、まあいろいろです。はい、ということでまずはこちら、まあ今ね人気沸騰中シリウスコミックス、今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱いする漫画ということで、はい、これめちゃめちゃいいですね。はい、まあ売れるのもわかります。これねすごい面白いです。第2巻早速出ました。結構早いですね。で次がこれ新作なんですけどちょっとまだ読んでないですね。これ面白そうですね。ストライクオアガター、ストライクオアガターということで、はい、ボーリングコメディで、次がヤング、まあいいか毒ニエクッキングですね。水無月すーさんの今やってるやつ、もう一作プランダラっていうやつやってるんですけど、そっちのプランダラがね、まあ、前々からアニメ化するって言ってて、アニメ化企画進行中とかいう感じになってて、
最新刊でね、なんかティザーん、キャラデザとかも公開されてましたね。はい、そっちすごい楽しみですけど、こっちも面白いです。ドクニエクッキング3巻。ジャンプラーかな、これ。早乙女姉妹は漫画のためなら第3巻。はい、まあ漫画家の話なんですけど、まあエロい系ですね。でこれは高木さん、からかい上手の元高木さんの第5巻ですね。はい、まあついこの間かな、高木さん2期決定してね、めちゃめちゃ嬉しいんですけど、はい、元高木さんですねこれは。でこれもね新作ですね。これは何だろう、何て読むんだろう、ゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のことということで、うん、まあ、ゾンビものが基本的に好きなので、まあ、ただそれだけで買ったんですけど、かなり面白そうです。まだ読めてないです。で、いや、まさかまさかのアニメ化ということで、そうなんですか、第4巻アニメ化が決まりましたね。4月からやるということで、いやこれ、うん、いやすごい好きな作品なんですけど、まさかアニメ化まで行くとは思ってませんでしたね。はい、なんかヤンマが勢いありますよね本当に。でこれは何すか、ゼノンコミックス江口くんは見逃さない第4巻ですね。はい、この、ま、俺ね、この江口くんっていう子がいるんですけど、この子がいろんな女の人 の一瞬の隙を見逃さないっていう話です。で次は、まあ、今非常に大人気のかぐや様を告らせたいの第14巻になります。はい、まあ、アニメがね今非常に人気の作品なんですけど、めちゃめちゃアニメ面白いですよね、うん、でまあアニメはアニメで、漫画は漫画でということで、漫画はこれ14巻なんですけど、まだ読めてないんですけど、これが一応区切りみたいなところになってるらしいですね。はい、いやもうアニメめちゃめちゃ面白かったのでね、2期もやってもらいたいですね。はい、ということでかぐや様を告らせたい。で合わせましてかぐや様のスピンオフ、かぐや様を告らせたい同人版第2巻です。はい、この間1巻出たばっかなんですけど、もう2巻出ました。はい、ということです。まあこれ完結、1話完結型のまあギャグショートみたいなやつですね。で次がこれも今ねアニメってやつなんですけど、かけ狂いですね。かけ狂いの11巻ですね。はい、かけ狂い11巻とかけ狂いのスピンオフ、かけ狂いツインの8巻。こっちはこれメアリーが主人公のやつですね。はい、まあ、こっちのシリーズもねすごい好きなんですよね。メアリーがねすごいいいキャラクターなんですよね。で、まあ、この2冊ですね。はい、まあ、かけ狂いもねもうすごい面白かったです。で次が、どこまでやったかな。次がこれはなんかすごい表紙に惹かれて買っちゃいました。ここ掘れボケツちゃんです。ここ掘れボケツちゃん第1巻。はい、まあ見てみるとニコニコ漫画で、まあ、人気のやつらしいですね。はい、まあ、こんな感じです。でお次がこちら、もうすぐ、テレビアニメが始まる作品です。なんでここに先生が第6巻になります。はい、いや4月からねアニメがスタートということで、まあ、正直この作品もねアニメ決定前はねまさかアニメ化するなんて思ってませんでしたね。かなりエロい作品なので、まあ今はねそういう作品で溢れてるので全然、うん、大丈夫なのかなっていう感じなんですかね、うん、まあ非常に楽しみではあります。はい、まあ、こちら漫画のね第6巻になります。はい、で、お次がギガント3巻ですね。はい、まあ、ガンツの作者の今やってるやつですね。ギガント、女の子がでかくなってなんか異星人みたいなのと戦うみたいな話ですね。まあ、結局なんかガンツみたいになってるんですけど、で次がこれはジャンプラ週末のハーレムの第8巻ですね。なんか許されてるエロ漫画みたいな風潮あるんですけど、そんなことないですかね。週末のハーレム第8巻、で始末のハーレムファンタジアの2巻、まあスピンオフですね。はい、まあ、この2冊です。まあ、正直今の時ないな、さすがにないな、さすがにアニメがないか、うん、OVA でワンチャンっていう感じありますけどね、まあ、全然あるな OVA は。で次が、ビッグコミックブルージャイアントシュプリーム第7巻です。ブルージャイアントねめちゃめちゃ好きなんですよ。ぜひね読んだことない方はね読んでもらいたいんですけどね、それ第7巻です。はい、
めちゃめちゃ好きなんですよね。お次はこちら、はい、デスラバ第4巻もうさっきからアニメ化の話ばっかなんですけど、テレビアニメ化のオファーが来ませんと、売れてるのにエロすぎて、いや全然ですけどね、全然アニメ化ありですけどね、何でもアニメ化できるような感じの世の中なので、はい、まあ、正直してもらってもいいと思います、はい、監獄ハーレムサスペンス、ラストギアス、ラストギアスの第2巻、買おうか迷ったんですけど一応買いました。ヤンマガアナマスの魔女たち、第1巻ですね、はい。でマルセイ2巻、なんかこれめちゃめちゃ売れてるらしいですね、第2巻です。はい、という感じで以上が、3月に購入した漫画のすべてです。改めまして、まあ、こんな感じです。はい、ずらーっと、はい、おすすめのね漫画なんかあったらぜひね教えてくださいということで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。